皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのトシです。今日は中学1年生の数学、変域という言葉の意味について説明したいと思っています。ではこちらを見てください。90リットル入る空の水槽に毎分6リットルずつ水を入れます。水を入れ始めてから X 分後の水槽の水の量を Y リットルとするとき、 Y を X の式で表しましょう。じゃあまずこの質問に答えてみましょうと。じゃあ水槽の中の水の量、これはどうやって表すかっていうと、これはまず1分間に入れる水の量ですね。これに時間の分をかけますね。時間、これをかけて出ます。じゃあこの言葉の式の通りに文字の方を当てはめてみましょう。水槽の水の量は、これ水槽の水の量 Y リットルですから、これ Y はですよね。 Y は毎分6リットルなので1分間に6リットル。それに時間はというと X 分、6×X とこういうふうになります。ですからこの答えは Y=6X ね。 Y を X の式で表すと Y=6X になりました。次は水槽がいっぱいになるのは何分後でしょうと。水槽は90リットル入るんで、90リットル以上はもう溢れちゃって入りませんよね。ですからつまり水の量 Y の部分ですね、これが90になるのはね、これはこういう方程式を作って、まあ 6X=90 となるので、両辺を6で割ればいいですよね。と、X=15 と出るので答えは15分後と、こういうことになります。じゃあ次です。このように X というのはね、15分を超えることはないと。15分でいっぱいになってしまうので15分を超えることはないと。入れ始める前は0分から15分までの範囲の数が X のところに入るんですね。このように X のこの場合は変数 X の取る値の範囲をその変数の変域こういうふうに呼びます。もちろん X が変わると Y が変わるのでね、これ Y の変域もあります。ではそれぞれ、ね、X の変域と Y の変域を考えてみましょう。 X はまず入れる前、始めなければ0分から、そしていっぱいになると15分ですから15分まで、つまり X の変域は0以上15以下ということになりますね。じゃあ Y の方の変域ね、変数 Y の変域はもちろん空っぽの時には0リットルですね。そしていっぱいで90リットルなので、ここ90がこちらに来ます。つまり Y の変域は0以上90以下こういうことになります。変域という言葉の意味、変域というのは変数、この場合は X と Y ですね、変数の取る値の範囲というのはいくつからいくつまでね、そういうことですね。この範囲をこの変数の変域というとね、言葉の意味を、しっかり覚えてください。皆さんはどうぞこの動画を参考にして教科書や問題集の問題に取り組んでください。今日も最後まで見ていただいてどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。
会いしましょう。さよなら。